ナメント2がさらなる進化を遂げた。鉄拳アンリミテッド。注目すべきは劇的に変化したバトルシステム。2対2という従来のタッグの概念を覆す1対2の新たなバトルシステムを実装。1人のキャラクターに全てを託しタッグに挑む。パートナー不在、交代不能、まさに孤高の戦い。フライの戦闘スタイルで勝利をつかめ。さらに1対1でのバトルも可能。1対1のタイマン勝負、どちらが強いのか、真の勝者を決めろ。もちろん今までカードを使用して遊んだデータはそのまま使うことが可能。全44キャラクターの技性能をチューンアップ。より遊びやすく、より爽快に変更された技の数々を駆使してさらに熱い対戦を繰り広げろ。そしてタッグをとことん楽しむためのペアプレイも可能。ペアプレイ専用台で気の合う仲間とリアルタッグを組んで協力バトル。最大4人でプレイ可能な一味違った鉄拳を楽しめる。2人で息を合わせ空中コンボを爽快に決めろ。本来の2対2でのタッグバトルをはじめ1対2、1対1、ペアプレイなどあらゆるプレイスタイルに対応し遊びの幅が広がった。鉄拳アンリミテッド2012年春稼働開始。